ンが多いなと思って、金額大きいのは結構出てるんだよね。看板、手すりの補修っていうのは、糸デッキ補修が、パワーラソン差し替え、もう結構たぶん、伝えてあるんですけど、結局まあ割れたら全部多分僕らの責任になる。みんな意識は絶対してると思うんですけど、意識しとって終われることもあるし。じゃあ、わかるか、まあ、通訳しゃべるか。あとは金髪がいつまで金髪なのか。どうなんだろうね、今金髪も多いのか。あ、外国人怖いとかさ、あ、外国人の実習生なんだ、家のものを盗まれないかなとか思われたら損だ。はい、お疲れ様です。よろしくお願いします。これ YouTube 当てますね、なんですけど、ちょっと物損が多いなと思って、ちょっと今来ました。これ今月分で、毎月来るんだから、どんだけ物損しとるかって。前月もちょっとまあ多いことないんだけど、なんか金額大きいのは結構できるんだよね。なんかお〇さんのところ看板を配るんですね。こうバッグ、わかる、確かに。いや、後で言われ気づいたっすね。なんか言われた、いや、多分その看板に傷がついとって、足場材で、ね、あれ、物損だ、物損だ、そう、足場ぶつける、材料ぶつける、こう壊したとか、何か当てたとか、割れた、へこんだ、わかる、何わかる、何言ってる、私、何て言うか分かるか、まあ、通訳しゃべる、分からないやつ言ったね。いや、お前で、これが、まあ、実質6万6000、であと手すりの補修っていうのがまた6万、車載金額取るけど、これまああれだな、奥さんとかな、あ、営業さんとして、それは受け渡しがちゃんとできた、うん、で、受け渡しが組み立てです、うん、で、それで具材落として、ちょっと多いね。これ、まあ、あと細かいって言ったらあるけど、まあ、金額じゃないんだけど、ポリカとか、ポリカ2回、4、先月4、今月は結構長、ポリカ、まあ、ポリカ、多いな、ポリカ。ポリカは、まあ、しょうがない部分があるんだ、こんなもん。取ったら割れるっていうのもある。まあ、これはしょうがないよ、これ、実装っていうのも。それ、営業に話してあるの、ある程度。してます。もう多分組み立て途中とか見た時に、もう割れそうだったら割れるよっていうのは伝えてあるんですけど、結局まあ割れたら全部多分僕らの責任になると思うんですよ。ああ、そういうこと。そこちょっと一回話し合ってみようよ。変わるけど、でも英語記事に入れるからな。僕らも言うもんね、書いて。石目町、石柱かけ補修。あ、もう組長か。これ不安な話、でかいよね。で、野村ってやつは多分、玄関ぐらいかな、それは床、木の柱があるんですか、玄関の柱あるじゃないですか、大きいその柱みたいな、それを傷つけてます。で、これで高架みたいになっちゃうな。いや、補修ですね、パテカのところですよ。俺、こんなに気が利くんだ。多分特殊らしいです、それは。あのリペアみたいな。で、あ、バルコニー、床、デッキ交換。で、これ原因不明だ。で、まあ、足場がどうかっていうのはわからない。岐阜で糸デッキ補修が10万円結構あるんだ。バルコニー、床、ウッドデッキ分かる？ウッドデッキ、はい、ウッドデッキ分かる？床、そうそう、ベランダとか、あれ、補修すると絵描く人、絵描く分かるでしょ、綺麗に描く人、10万円とかすぐかかる。リペアってさ、はい、絵描いて直すのかな、はい、結構この10万、5万円とか結構かかっとるんだよね。だから私、怒ってないけど、あとベランダ、ポリカ、この人結構多分3、40万ぐらい。これもね、河原破損、これ、横じゃないので、別に足場が通るとかじゃないけど、河原破損、差し替え、ちょっと多いよね、今月は物損が特に1、8件重なっちゃってるので、ちょっと気をつけてください。はい、いいですか、じゃあ、一人一人、ちょっとなんか、ね、回転対策、ちょっとお願いします。みんなやっぱり、まあ、ポリカ取るときに、まあ、人が乗らなかったら取れんもんと、まあ、そのときちょっと意識して、うん、なんか気をつけて、まあ、あとはもうバルコニーも支柱もそうだけど、やっぱもう養生するとか、まあ、枠とかなんかして、まあ、そうだね、
ちょっと多いです。お疲れ様です。おー、ジョリー、おー、久しぶりだな。どう、最近なんか自分の中で物証ある？ポリカをつけてる部分があっちゃうんです。それも古いやつ。あとみんな意識は絶対してると思うんですけど、うん、ポリカもそうだし、河原も意識しとって終われることもあるし、うん、もうちょっと対策ないの？道場先にするとか、そのためにカーペット用意しようやけど、結構見とってもらうのが、ないなーって思うところがあるけど、余剰やっぱしてる番だなっていう。余剰やっぱ実質できるの？やっぱそのまあ俺もそんな足場くりなことないか分からんけど、いやそこが難しいよね。ああできるんですけど、やっぱその5分10分のことをめんどくさがってっていう感じなんで、うん、そこを徹底していけば、うん、狭いところは壁とかその柱は全部養生するようにしたらいいですね。もちろん、はい、ってことはちょっと通訳したから、まあ、別に怒ってはないけど、ちょっと最近増えてるのか引き締めましょうって。健太郎の名前をババババって言ったので特にあいつでは要注意してる。要は、ケンタロウと一緒に実習生行く人じゃない。そうですね。ちょっとまず気をつけて。はい。ケンタロウちょっとこいつらよりは、な、経験年数少ないから、ケンタロウもっと養生しなかんよ。おったーって。できる？ちょっと気をつけてな。はい。あとは金髪はいつまで金髪なのかな。はい。いつまで金髪で来るの？明日。明日？ごめん、そうですけど、見せてみ？ちょっと。どうなんだろうね、今、金髪も多いのか。まあ、どんどんここまで。ちゃんとお客さんとかいろんな人に挨拶できとれば、ちゃんと。そう、なんかおしゃれなんですね、いいじゃん。それがなんかちょっと不良っぽい銀河レーズがダサいじゃん。いいとか悪いじゃなくて、現場行って挨拶してたの。怖いなぁと思ってさ、それはなんかダサくなんかやったらいいんだけど、まあ昔はうちネイルもダメだったじゃん、うん、今ネイルだから当たり前だから、まあ、営業もいいんじゃないって。お客さんのとこ行ってないからあんまりバカみたいにさ、デコっちゃったからさ、そうそうそう、どうなんだろうね、今の金髪って。俺はいいですよ。変わんないっすよ。そんな変わんないっす。変わるだろ、だいぶ違うだろ。まあ気をつけてな、現場で。はい。特にまあさ、その日本のそういう風に見られるじゃん、あ外国人怖いとかさ、チャレンと仲良くなったら別に日本人いい人じゃん、はい、で日本人ってまあ、ご飯とか行ったら分かるだろ、なんか怖がられるだろ、まあ、飯とか行ったら買い物行ったりすると、あ外国人だって言われるだろ、まあ、まあ、なんか態度で分かるじゃん、はい、やっぱお客さん商売やからさ、お客さんのところ行った時に、あ外国人の実習生なんだ、あ金髪で怖いわって、家のものに盗まれないかなとかね、この子のおっぱい触られるかなとか、もうパンツ盗まれるかなとか思われたら損だ。そこはなんかちょっと意識しないで、まあやるならそれなりのが。まあいいですか、じゃあ物損も別に怒ってないけど、ちょっと気をつけて、頑張ってちょっと減らすように。ところがなんか一人の力じゃできないことだから、みんなちょっと力を合わせてやってください。お願いします。お願いします。お客さんもやっぱそういうの見るじゃん、あここまで養生しちゃんとするんだ、安心なくて、はい、俺行ってやっぱこう物損があって、ああそうなるわなと思う、俺が見てても素人は、それでお客さんも同じ目で見てるじゃん、ああすごい足場の職人さんこうやってカーペット引っ張って養生巻いてたわ、ああこれになったらしょうがないねって、すごいちゃんとやってたもんねって思うじゃん、やっぱ人間。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。